こんにちは、尾本の方面です。今日は一日中雨が降っていたので、こういった形で外の尾本は全て雨に当てています。で、この雨っていうのが吉悪しでして、普通水やりをしてもどうですかね、水やって10秒もジャーッとこうかけるっていうとなかなか長い方だと思うんです。そうですけど、これが雨ですと、例えば1日中とか2日間24時間48時間ずっとやっぱり雨に当たってますと、殺菌剤のその膜っていうのがもうどんどん取れていってしまうんですね。そうなので病気にやっぱりなりやすいっていうことがあります。そうなんで、長雨の後なんかはしっかり長雨の前と後ですねにしっかり殺菌剤をやってあげた方がいいんですが、普通に水やりをしてるんでしたら、だいたい3週間とか1月ぐらい持つものが、こういった雨に長雨に当てることで殺菌剤というのは本当に持たなくなります。で、そういったものも考えながら雨に当ててみてください。で、雨にその場所に慣れてるものですと雨に当ててもそんなに問題ないんですが、場所に慣れてないものですとやっぱり病気っていうのは出やすいですし、そうなんで、自己責任という形になっちゃうんですが、その雨のいいところ悪いところを知って、で、ちょっと試しにちょっとずつ雨に当てて強いおもとを作ってみてください。おもとの方面でした。ありがとうございました。